はい、皆さんこんにちは。レックス認定講師森田隆二です。それではですね、ただいまより不動産鑑定試験2023年度論文合格者対談を開始いたします。どうかよろしくお願いいたします。はい、本日ですね、合格者対談ということなんですけども、本日ですね、2023年度のですね、合格者の森さんにですね、来ていただきました。今日はどうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。森さんはですね、早速ちょっといろいろ聞かせていただきたいんですけど、2021年に担当合格されて、そして今年2023年にですね、見事論文式試験に合格されたということなんですが、不動産鑑定士をですね、目指すきっかけになったことをですね、教えていただけますでしょうか。はい、私はまあ仕事ではですね、現在土地家屋調査士の仕事をしておるんですけれども、土地家屋調査士の仕事をしておりますと、都市計画ですとか、建築に関係するような法令、そういったことも理解が十分必要になってきますし、あと仕事ではですね、最近その相続の関係で、遺産分割をするために、評価額で土地を分けたいと、そういったようなご希望で、不動産鑑定士の方からご相談をいただいたりとするようなことも、しばしばございまして、不動産鑑定士と、土地家屋調査士と、合わせて仕事をしていけるようになるとですね、自分のその業務の幅も広がるのかなと思いまして、不動産鑑定士目指すこととしました。素晴らしいですね。すでにね、土地を家屋調査士をお持ちなんだけど、さらに不動産鑑定士が加わって、本当一段とパワーアップされてね、素晴らしいことです。で、いつぐらいからですね、不動産鑑定士を勉強されたか教えてください。はい。担当式は、先ほど、森田先生からお話あったように、2021年に合格できたんですけれども、2021年の3月頃から担当の勉強を始めまして、なので期間としてはちょっとかなりタイトで2ヶ月ぐらいの期間だけだったんですけれども、なんとか合格できたかなというところで、はい、であと論文については翌年の合格を本当は目指してはおったんですけれども、そのちょっと業務がなかなかちょっと忙しくて時間が取れないタイミングが続いてしまいましたので、実際勉強始められたのが2022年の7月ぐらいから、1年1ヶ月ぐらい、なんとか頑張ることできまして、今年合格することができました。なるほど、そうですか。ありがとうございます。で、予備校はですね、数多くというほどではないですけども、2社あるわけなんですが、ズバリですね、どうしてレックを選ばれたのか、理由を教えてください。はい、そうですね。すでに、鑑定士試験で予備校を探すとですね、レックと、もう一社ぐらいかなというところではあるんですけれども、事前にその、最近だと YouTube とかですとかで、体験講義ですとか、見ることができますので、ちょっと見比べたりしてですね、生クラスのことも考えておったんですけれども、仮にウェブ受講になった場合に、見やすさですとか、あとどうですかね、いろいろその自分が勉強していく上で、先生の教え方が合う合わないっていうところもあると思いますので、そういったところを比較したところ、レックが、結構肌に合っていたのかなというのが、ありまして、で実際森下さんの方もたくさん合格者出されてるとは思うんですけれども、レックさんの方でもいっぱい合格者出されていて、比較的リーズナブルに受けられるのかなっていうのもあったので、そういうところを比べたところで、レックで受けるということを決めました。ありがとうございます。値段の方も、うちが強みとしているところなんですけど、やっぱりその講義力だとか教材力っていうものもあって、そこを事前にね、見ていただいた上で受講されたという、単なる値段だけで選びましたっていうんじゃなくて、選んで受講されたっていうのが非常に私としては嬉しいところでありました。ありがとうございます。で、やっぱり土地家屋調査士という、非常に重要なお仕事をされての勉強ということなんですけど、やっぱり両立っていうのは非常に難しいことかと思うんですが、どのようにご自身で工夫されたんでしょうかね。そうですね、やはり学習をする時間を、やっぱり最低限やっぱ捻出するという必要が、ありましたけれども、私はちょっと実際住んでるところは関東の北の方で、職場は今都内にあるので、通勤が大体1時間半か、2時間弱ぐらいちょっとかかってしまっておるんですけれども、なので朝がもともとかなり早く起きる習慣がついてましたので、それを少しちょっと早めて、朝その家を出る前に1時間ですとか、もうちょっとぐらいは必ずその机に向かうと、そういう習慣をですね、割と早い段階でつけるようにしまして、
まあ、その、まあ、隙間時間ですとかね、あの通勤とか1時間ぐらい電車乗ってる時間ありますから、そういったところはもうあの徹底的にその学習に当てるというふうな、まあ、ことでなんとか時間を確保して、まあ、うまくやりくりできたかなと思ってます。なるほど。毎日朝1時間は少なくとも机に向かうっていう、はい、そこはすごいことですよね。ありがとうございます。やっぱりあの不動産鑑定試験の大変なところって演習があるから、はい、どうしてもこう電車の中での隙間時間っていうだけでは済まないところが大変なところで、そこをこう朝1時間作ってっていうところがなんか今伺っててポイントだったのかなっていうふうに思いました。で、まあ、担当についてちょっとお話しさせていただきますと、はい、担当の学習ってどうされてたんですか？そうですね。まあ、担当はですね、まあ、なんとか独学でも、うん、まあ、実際にその合格されている方のお話とか聞く限り、うん、まあ、十分対応ができるかなっていう、まあ、思いもありましたので、担当式試験に関しては、まあ、なんとか自力でやろうと決めてまして、うん、まあ、市販のテキストと、まあ、過去問集を、うん、まあ、買いまして、うん、まあ、いかんせん2ヶ月ぐらいしかなかったので、うん、もうインプットとアウトプットを、まあ、ほぼもう同時並行みたいな形で、うん、まあ、これもやっぱり隙間時間は、まあ、ほぼそれに全振りをするという形でやってました。まあ、ただ、まあ、そうは言ってもですね、まあ、その、担当式試験5月ですけれども、うん、まあ、4月の段階では、まあ、模試なんかを受けた時に、まあ、まだ、ちょっと合格には届かないからぐらいのところでしたので、うん、まあ、ちょっとどうしたものかなというのがありましたので、うん、まあ、レックの方で出されている、集中パックだったかな、うん、直前対策パックか、うん、はい、まあ、それをまあちょっと取りまして、まあ、実際にその、豊子先生と河原先生と、うん、まあ、講義されている様子を、まあ、短い期間ではありますけれども一応ちょっとそれをまあ取り入れまして、うん、自分のまあちょっとよく分かってなかったところを、まあ、そこで少しでも穴埋めをするという感じでやったところを、まあ、なんとか間に合ったかなというところでした。なるほど、はい、うまく予備校を活用するところは活用されてっていうことなんですね、はい、ありがとうございます。で、逆にですね、論文の方ですよね、まあ、非常に、まあ、論文は担当と比べても重い科目が揃ってるかと思いますけども、学習のバランスってどうされてたんですか？ですね、まあ、実際に論文の学習を始めました、まあ、2022年の7月から、まあ、実践統連が始まる12月までに関しましては、まあ、鑑定理論についてはもう毎日、うん、はい、やりまして、まあ、教養の3科目については、まあ、日替わりで、まあ、取り組むという、うん、まあ、ぐらいの、まあ、分量バランスで進めていきましたので、うん、まあ、最終的にはおそらく、まあ、鑑定理論が全体の、まあ、6割ぐらいで、うん、残りの、まあ、4割を、うん、まあ、3等分、各科目3等分ぐらいな分量バランスで、まあ、学習はしたと思います。うん、なるほど。じゃあ1日2科目という、まあ、感じで学習進められたということなんですね。はい。で、まあ、いろんな科目ありますけど、得意科目ってズバリ何でしょうか？そうですね、うん、まあ、鑑定理論のうちですね、まあ、演習は、うん、まあ、どちらかといえばまあ得意にしていたかなというところと、うん、あと、まあ、経済学もまあミクロに関しては、うん、まあ、比較的できていたのかなと思ってます、うん、はい、なるほど。やっぱり職業柄の土地家屋調査士という仕事はやっぱり数字を作るってことですし、森さん、まあ、理系出身ということですので、やっぱりそういったところも鑑定理論での演習だったりミクロであったりちょっと得意なところが、そういった背景があるから得意なところもあるのかもしれないですね。そうですね、はい、分かりました。では一方で苦手科目ですね、教えていただければと思います。はい、まあ、計算とかと対照的にですね、まあ、いわゆるその暗記については非常にちょっとまあ苦手としていまして、まあ、その中でもやっぱり特にその会計学がですね、まあ、会計基準をなかなか覚えるのが辛かったなというところです。はい、そうですよね。鑑定理論もそうですけども会計学も相当基準の暗記っていうのが今の試験ではありますんでね、そこは本当にご苦労されたと思います。ではですね、まあ、得意科目として挙げていただいた科目の学習ですね、まあ、先ほどもありましたけれども、まあ、もう一度ちょっと教えていただきたいということと、まあ、暗記に絡むことで暗記の仕方っていくつかあると思うんですよね。いろいろこうブツブツ喋るだとか書きまくるだとか、まあ、その辺どういうふうに暗記されたのかっていうその2点を教えていただければと思います。はい、まあ、得意科目の、まあ、学習につきましては、うん、やはり、まあ、レックの統連ですとか、うん、あと、まあ、模試と、あと、まあ、総ざらい講座、うん、まあ、このあたりの問題がですね、まあ、たくさん、まあ、ありましたので、うん、まあ、これをもう徹底的にもう反復をして、うん、
もうまあ、経験をまあ積むということを重視していきました。演習につきましては特にまあその得意とは言いましたけれども、まあ、初めからそのサラサラできるわけでは当然なくてですね、初めはやっぱりこんなのが2時間で解けるのかというふうに思ってましたけれども、まあ、反復していくことで、まあ、だんだんとそのまあ解く流れですかね、そういったものがまあ体に染みついてきて、まあ、割とまあ基本的なところはもう淡々とやれるようになったかなと思っています。はい、あとまあ鑑定理論のまあ暗記についてですけれども、まあ、私は割とその書くということと、あとその電車内ではまあモバイル の鑑定評価基準に暗記マーカーで、あと赤シートでまあ隠してまあちゃんと覚えられてるかなっていうのも確認をするということで、そのまあ朝 その机に向かうような時間でまあいくつかその何回か繰り返しまあ基準を書いて、でそれを通勤の電車の中でちゃんと自分覚えたみたいな感じで確認をすると、まあ、そういった形で繰り返しなんとか暗記を進めていきました。まあ、ざっくりでいいんですけど、大体その基準の文言の何割ぐらいご自身で覚えたかなっていうのがありますか？そうですね、まあ、正確には難しいかなと思うんですけども、まあ、なんだかんだ多分やっぱ7割とかそれぐらいは一応相応には抑えていたのかなと思ってます。なるほど、じゃあ来年合格目指される方はそれぐらいを 目安に、そうですね、基準留意事項を、はい、会計学の基準を覚えていくってことでしょうかね。はい、まあ、そこぐらいまで、まあ、できれば十分勝機はあるかなと思います。はい、ありがとうございます。では逆にですね、苦手科目のですね、学習方法等ですね、まあ、重複するところあるかと思いますけど、はい、教えていただければと思います。はい、まあ、苦手な科目につきまして、まあ、先ほど会計学とまあお話ししましたけれども、まあ、最悪そのまあ足切りにさえまあ合わなければ、まあ、あとはなんとかその得意な科目でまあ挽回できるかなっていうまあ一応考え方をちょっと持ちまして、もう語学基礎講座でまあ会計学で言えばもう高坂先生が本当にまあ基本的なところですよっていうところでお話をされているその論点、そこまあだけは絶対にまあ外さないようにすると。それ以外のことがまあ出たときはまあそれはもちろん仕方がないんですけれども、そんなのばっかりが出る試験ではもちろんなりませんので、その本当のごく基本的なところだけでもしっかりと押さえておけば、まあなんとかまあ足を切られることはないかなというところで、もう基礎講座のまあテキストで重要だっていうふうにまあ説明された部分、あとは本当にあれですかね、実践討論、まあそういったところをもう何回も繰り返すということをやりました。なるほど、足切りを避けるっていう基本事項はしっかりと抑えていくっていう、はい、まあ、そういったところをですね重視されたということですね。では経済学比較的というか得意ということを先ほど言われて、ちょっと私としても嬉しい限りなんですけども、ですね、まあ言いづらいかもしれませんけど、まあ、勉強法なり私についてをちょっと教えていただければと面と向かってだからケチなかなかつけられないと思いますけど、はい、まあ、ミクロについてはまあどちらかといえばまあ得意にしていたということで、まあ、ただ実際にそのレックの統連とかはまあ最近の問題を見ましても、やっぱりある程度の計算をやっぱりまあ求められているのかなというところがありましたので、まあそのまあ計算力をまあしっかりとつけていくというようなことは意識を持っていました。はい、で適中討論の2回目ぐらいだったでしょうかね、ミクロでなんかとんでもない計算問題が、ね、たくさん出されたことがあったんですけど、すごいお叱りを受けましたけど、はい、まあでもそういったところでも、まあ、なんとかですね、しっかりと対応できるぐらいには計算をですね、まあ、できるように、まあ、なって、まあ、よかったかなというふうに、まあ、思っています。まあ、私の意図としてはやっぱりあえて難しい問題を出しているところがあって、であえて難しい問題を出されると本試験でテンパらなくなりますよね。はい、あっちの方が難しかったじゃないかっていうふうになると、うん、本試験で落ち着きを取り戻せると思いますん で、はい、であとヒントを問題文に実は仕込んでるんですよね。はい、でそういうのをちょっとね気づいてほしいがためにお叱りを受けつつ毎年出してるという感じなんですけど、はい、で大変恐縮なんですけど計算の極意も活用していただいたということ で、 それもちょっと教えていただけますでしょうか。はい、私はもともと経済学そのものは学習をしてきた経験がまあなかったので、うん、
まあ、計算がある程度得意だとは言っても、うんうんまあ、やっぱりその経済学ならではの、まあ、その考え方計算の仕方っていうところを、まあ、ある程度その練習をしておく必要があるかなと思いまして、まあ、あの計算の極意、まあ、あの出版されましたというふうには聞きまして、ちょっと買ってみまして、あのまあ、それで計算のトレーニングをした。ただもう本当にあのもう全分野網羅的にあの計算問題ですね、ありましたので、まあ、大体どのようなその分野が出題されても、まあ、あの最低限のことはできるようにはなったかなと思いますので、まあ、若干あのレベルが高いところももちろんあったのかなと思うんですけど、あのまあ、もしあの計算どうしたらいいですかっていうようなお考えのその受講生の方とか、まあ、いらっしゃれば、まあ、ぜひあのやってみていただいていいかなと思ってます。はい、ありがとうございます。ちなみにあの計算の極意は確か43台問題があるんですけど、どれぐらいやられましたか？あ、そうですね、多分全部やったと思います。あ、そうですか。はい、ちゃんとこう一個一個解いていたっていう。そうですね、はい、あ、結構お時間かかったんじゃないですか？まあまあかかりますよね。はい、あの43台って言うとなんか大したことなさそうですけど、意外にあれ解いてると時間かかりますからね。そうですね、まあ、あの1問あたりのその、あの、いや、小問っていうのは、ね、そこは実はかなりたくさんあったので。そうなんですよね。はい、ありがとうございます。活用していただいて。で、今年の経済学はあの難しいっていう声もあったりはするんですけども、どうですかね、自己自身の、まだ開示をされてないとは思うんで、はい、あの結果が出てないと思うんですけども、ご自身の感覚的にはどうだったでしょうか？そうですね、まあ、うん、まだあの開示請求中で得点がまだ出ていないので、うん、あくまで体感なんで、うん、あの全然違ったらあれなんですけども、ミクロに関してはおそらく 7、8 割ぐらいは、まあ、できていたのかなと思ってまして、うん、マクロについてもですね、あの一番やっぱ最後の問題とかなかなかあの、うん、ちょっと厳しい問題ではあったんですけども、うん、それ以外の、まあ、ところ基本的なところとかは、うん、あのまあ、なんとかうまく対応できたかなというところで、うん、まあ、6、7割ぐらい、まあ、トータルで、まあ、7割台半ばぐらいは取れてるんじゃないかなと思ってます。うんうん、はい、なるほど。開示の結果ちょっと私も楽しみに、はい、あのお待ちしてますんで教えてください。はい。ではあの受験生の多くの方がですね、あの鑑定理論の基準留意事項の暗記に非常に苦労されてるかなっていうふうに思うんですけども、あの、まあ、さっきもちょっと重複してるところがあると思うんですけども、まあ、それ以外でもしあれば、なんか工夫したところとかなんかあればちょっとあの教えていただければと思います。そうですね、まあ、やはりあの、まあ、膨大なその基準留意事項をまあ覚えるということで、まあ何から始めればいいかというのが初め正直やっぱり分からなかったんですけれども、まあ鑑定理論の語学基礎講座 の、 あのパワーポイント画面集で、まあ最後の方に河原先生が、まあ本当にあの重要の中のさらにその最重要みたいな、その130ぐらいの基準についてあのまあ列記していただいていて、まあまずはじゃあそれをしっかりとまあ覚えるっていうところから始めまして、うんうんうん、でそこを覚えたぐらいからは、うん、そのまあ、ちょうどその討論が始まるようなタイミングになりまして、うんうん、で討論では、まあ、鑑定理論で実践討論とか一応あらかじめ、うん、今からここから出しますよというふうにした範囲、まあ、提示いただいていましたので、うんうん、まあ、その部分をその事前に覚えたその、まあ、基準留意事項を、うんうん、まあ、軸にして、うん、まあ、横断的にちょっと広げていくという感じで、最終的に何かしらのその裾野が全て重なるような感じにして、まあ、ある程度網羅をするというような、まあ、進め方で、まあ、なんとかそのトータルで見ると7割ぐらい、まあ、抑えることができたのかなと思ってます。ね、暗記って単調な作業が多いかと思いますけど、はい、なんかくじけそうになった時とかなんかどう乗り越えたとかあるんですか？そうですね、まあ、やっぱりなかなかそのあれですか、初めあのグッとその何もそのない時には、うん、あの本当にあの綿が水吸うような感じでスッと入ってきて、あ、意外といけるじゃんとか思ってはいたんですけども、やっぱり途中からなかなかやっぱ伸び悩む、まあ、誰しもあると思うんですけども、なかなかその覚えたはずなのに実際にその吐き出せないっていう、まあ、すごいもどかしいタイミングがしばらく、まあ、続いたかなと思うんですけども、まあ、多分大事なのは多分そういった期間があっても、あの、まあ、ちゃんと続けていればですね、あの、まあ、そのタイミングがその年の本試験か、そうあるいは翌年になるかはもちろんちょっとわからないんですけれども、うん、あの全くそれがその無になるっていうことは、うん、まあ、多分ないのかなと、まあ、自分はそういうふうに信じていますので、うん、本当に最後の最後まで、まあ、あのなかなかその討論とかでちょっと成績が出なかった時でも、うん、まあ、自分が続けていることは、まあ、あの最後には多分役立つっていうか、うん、ちゃんと合格に向かって、あの糧になってるんだろうなっていうことを、まあ、信じて、まあ、やると
まあ、その結果が、まあ、あの実ったのかなというところで、ぜひ、まあ、多くの方にも、まあ、なんとかの苦しい時も、あのどうかくじけずに頑張って続けていただきたいなと思ってます。あの最後の最後までっていうお言葉がありましたけども、もう本当に例えば試験1週間前だとか、もう試験もう1日前とかもあの暗記は続けてたってことですか？まあ、続けてましたね。はい、続けてました。本当にじゃあ最後の最後まで暗記はつきまとう試験ということになるんですか？ね、はい、テキストを片付けてくださいって言われるそのタイミングまでは、あのまあ、そこがたまたまヒットするかどうかもちろん分かりませんけど、ヒットしたらまあそうですよね、儲け物ってところもありますので、はい、まあ、やっぱり最後の最後まで本当に諦めない気持ちっていうのがやっぱりそこが本当に大切ですね。はい、ありがとうございます。ではあのですね、特になんか役に立ったなっていうレックの教材があれば、良かった点等も含めて教えていただければと思います。はいですね、まず一つは、まあ、モバイル鑑定評価基準があのすごい役に立ったかなと思ってまして、うん、おそらく本当にものお風呂に入るときとか以外ぐらいは常にもう持ち歩くぐらいな、うん、あのまあ、ややオーバーなところもありますけど、でもそれぐらいの勢いで本当にもう持ち歩いていたかなと思ってまして、もうちょっとした隙間でももうすっとその取り出して、うん、あの目を通すといった使い方をしていました。あとはあのまあ、あのテキストだとどうしてもちょっとあのかさばるっていうこともありますので、その川原先生の講義とかでいろいろと解説されたその、まあ、暗記とは違うその理屈的なところ、まあ、そういったところはいろいろ自分で書き込んでいって、そのモバイル鑑定評価基準を見ればその鑑定評価の、まあ、学習が、まあ、ほぼあのできるっていうような、あの、まあ、自分用 の, その鑑定評価基準にちょっとカスタマイズしていくといった感じで活用することが、まあ、できて、まあ、良かったかなと思っています。あとは、先ほどから何回かをちょっと出してますけど、総ざらいですかね、あれはかなり私は、役に立ったかなと思ってまして、まあ、各科目、まあ、15問から20問ぐらい の, その問題形式で載ってましたけれども、あれと、まあ、当連、まあ、もろもろ合わせると、まあ、多分トータルで30問から40問ぐらいの問題数になると思うんですけども、あれを全部その、まあ、反復してやると、まあ、あの極端な穴がまあできないかなというところで、まあ、何が出るかはやっぱり分かりませんので、どんな中変な問題が出されてもその最低限の対応はまあできるようになったかなというところで、あの非常に役に立ったかなと思ってます。なるほど、 ご活用いただいて本当あの嬉しい限りなんですけどもあのモバイル鑑定基準をもう本当に暇さえあれば開いてたっていうことなんですけど、やっぱり今日ちょっとお持ちいただいてないかと思うんですけど、やっぱりボロボロになりましたか？あ、そうです。一度今今日もあの今も常に携帯してましてそうですか。今ちょっとざざっと出して もしよろしければ、すいません、なんか段取りが悪くて申し訳ないんですけどもやっぱりもうボロボロになっちゃったものですかね？そうですね、まあまあボロボロにはなってまして、あ、素晴らしい、はい、もう年季が入った、よろしくお願いします。ありがとうございます。でやっぱりこうねちょっとあのテープを貼って補強したりだとか、ね、はい、皆さんこんな感じですね、こんな感じでマーカーこう引かれてメモを書かれてっていう、でこうあの後で検索しやすいようにこうちゃんと横につけてっていうことですよね。 ありがとうございます。これやっぱりあのありがとうございます。やっぱりあのこのあそこのページに書いてあったなっていうふうに思ったらすぐパッと開くような感じになるんですか？あ、そうですね、あのやっぱり初めは本当にあの、うん、これは一体どこに書いてあるのかなとかわからないこと多々ありましたけれども、うんうん、まあ、ある程度その学習が進んでいくと、うん、あ、これはあの辺に書いてあったことだなとかいうのは、うん、あのだんだんとまあ分かってはきます。逆に言えばあのまたここめくっちゃったよみたいなですね、うん、まだ覚えてなかったのか俺みたいなことはあの、うん、あったりはしました。うん、なるほど、あの暇さえあればこう開けたりだとかっていうことだったんですけども、あのそれってあの非常にこう苦行だったですか、それともあの試験本番に近づけば近づくほど多分レベルも上がってるんで、はい、意外にこう暇さえあれば開くっていうのが苦になってない自分がいたりするものですか？そうですね、あの直前期はですね、うん、あのまあ、正直やっぱりちょっと辛いところもあったかなと思いまして、あのたまに本当にあれなんか本当の基本中の基本みたいなあのその基準をは時々ポッとその頭からやっぱ抜けてしまうようなこともまあ出てきてしまったりして、まあすごい不安になることもあったんですけども、
まあ、いざあれですか、ね、実際本試験会場で、うん、まあ、本試験始まるとですね、うん、まあ、自分がその散々やってきたことを振り返ると、まあ、冷静になれて、あの案外そのスッとちゃんと自分 の、 その頭の中から適切なものが引き出せたのかなっていうところがありましたので、まあ、今振り返るとあのトータルではあの、まあ、それなりにその、まあ、楽しくいや勉強できてたのかなという気はします。初めの頃とあの試験直前期でこういつが一番なんかこう開くのか億劫だった感じですかね。初めの頃なんか伺ってたら、はい、結構こうなんかスポンジが吸収するような感じで楽しそうにちょっと、ね、あの聞かせていただいてたんですけど、はい、ただ、本当の一番最初はあのこれを全部、まあ、覚えるのみたいな形であのいやその開く前は開きたくないなっていうところが案外あったんですけど、でもじゃあ何のために鑑定士目指してるのかというところにもなりますから、まあ、やっぱりやらないわけにはいかないと。ただやりだすと初めはあのあなるほどねっていうところもあったりして、ああこういうことを覚えるんだなっていうところで、まあ、面白くて、まあ、かなりその初めのうちはその覚えるスピードもまあ早かったのかなと。でその最初の頃の討論とかは意外と、まあ、いい点が出たりはまあやっぱしてたんですよね、まあ、ただ途中ぐらいからだんだんまあちょっとあの、まあ、伸び悩むというか、あの細かいこのそろそろこういう細かいところも覚えていきましょうねっていうタイミングになった時にそこがなかなか覚えられなくなって、あの伸び悩むでどうしたものかなっていうのはありましたけれども、まあ、結果的にまあそういう時期でも、まあまあ、ずっとまあやっぱり毎日必ず何かしらはそのまあ見て頭にまあ入れていくという作業をあのもう習慣づけるんですけども、あのご飯食べたり歯磨きをしたり鑑定理論を見たりっていう、まあそういう感じでやっていったことで、まあなんとかまあ乗り切ることができたかなと。今でもやっぱりちょっとさっきあの今でも持ってますっていうことだったと思うんですけど、今でもやっぱりこう癖で見ちゃうものですか。そうですね、まあ、今でもですね、まあ、あとあの、まあ、これからあの、まあ、実務収集が始まるというところもありますので、まあ、もう一回ちゃんと見直しておくということもあるんですけども、まあ、かなりもう1年以上ですかね、あのほぼ花見果たさずずっと、まあ、持ち歩いていたというところもあるので、まあ、半ばお守り的な感じにはもうちょっとなっているかなと、はい、どうですか試験後開くのは楽しくなりましたか。なんか憂鬱な気持ちは晴れますよね、少なくとも。そうですね、そのあのやっぱり試験にあの、うん、試験のためにその覚えなければいけないっていうそのあのプレッシャーからは、うん、まあ一旦は解放されましたので、うん、あのまあだいぶあの気楽に見ることはできるようになりました、うん、なるほどね、ありがとうございます。ではですね、あの論文の答案の話なんですが、あの書く上で特に意識工夫してたこととかってもし終わりでしたら教えてください。はい、そうですね、まあ、答案を書く際はですね、まあ、レックで使っているあの、まあ、答案用紙をですね、あの、まあ、PDF でまとって、うん、あのまあ、iPad とか、まあ、例えばそういうのでも書くようにはしてたんですけども、まあ、基本的にやっぱり原寸で出したものに、うん、まあ、自分で実際に書いてみて、まあ、自分の文字のまあ大きさで、うん、まあ、例えばあのこの論証を書いたらあのどれくらいの その分量行数になるのかなっていうのを、まあ、ある程度ちょっと把握するようにはしてまして、まあ、ある問題が出題されて、じゃあこれだとどれくらい の その分量になるんだな、そうすると時間がどれくらいかかりそうだなとかですね、まあ、そういったことをちょっと意識するようにはしていました。なるほど。ちなみに、なんかこだわりのペンとか色とかって終わりなんですか。特別はないんですけれども、うん、あと、まあ、その土地家屋調査士 その試験勉強の時に、まあ、使っていた、まあ、ペンがありまして、うん、まあ、それをそのままあのずっと使い続けているという感じで。万年筆なんですか。普通の、まあ、普通のボールペンですね。あ、そうですね、はい、あの教科に、教科でこう例えば 0.4 だったり 0.6 だったり分けたりっていうのはあそういうこだわりは特に私はなくてですね。わかりました。でまあ、論文の続きで今度添削なんですけども、添削を、まあ、お受けになったあの感想みたいなのがもしあれば教えてください。はい、そうですね、まあ、一番やっぱり印象的なのはですね、まあ、民法で、まあ、豊岡先生からの、うん、添削を見るとですね、うん、もうあの自分が書いた分量より多いんじゃないかぐらいの感じであの赤で、ね、入ってるんですよね。で、あの、まあ、それを見るとややちょっとあのうーっとなることも、まあ、まあありはしたんですけれども、まあ、でもあのそれだけそのもう多分私以外の方も含めて、うん、あの本当にあの真剣にこう見ていただいて、うん、あのしっかりとそうあのあれですかね、
返してくださっているっていうところは、本当にあの文面から伝わってくるので、まあ、それになんとかまあ答えたいなっていう思いで、まあ、頑張ることができました。そのコメントを受けて、でなんかこう次に改善に役立てたりだとか、そういう使われ方もされるんですか？あ、そうですね、あの、まあ、やっぱりその自分が書いたことで、その例えばあの、まあ、ここはあの全然ちょっと論点が違うんじゃないでしょうかとか、まあ、例えばそういうのがあった時に、あの、まあ、それに対して、まあ、自分でもちろんあの、まあ、考えることもするんですけれども、あの、まあ、ある程度じゃあここが、まあ、あのこれは書かなくてもいい、これは書いた方がいいっていうところが、まあ、そのプロの、まあ、講師の先生に見ていただいて、まあ、言われているものであれば、まあ、そこはもうあの素直にあのそういうものなんだろうなっていうふうに、まあ、思って、まあ、取り入れていくと、まあ、それが、まあ、結果的に、まあ、民法ももちろんまだ点数は分かりませんけれども、あの、まあ、うまくその答案を作っていくっていうところに、まああのまあ、取り入れることができたのかなと思ってます。なるほど、うまく活用されたということですね。で、あの、まあ、答案練習会とともにレックではあのとても、強く推しているものが教えてチューターというそういったあの仕組みがありまして、利用頻度とかお使いになった感想みたいなのがあれば教えてください。はい、まあ、使った回数をちょっと数えてみたところ、まあ、10回だったんです。まあ、あまり多くはないのかなと思うんですけども、あの、まあ、自分がその自宅で学習をしていて、あの、まあ、どうしてもちょっとそのなかなかその腑に落ちなくてちょっと気持ち悪いなっていうところがあった時には、まあ、チューター使わせていただいて、でもあのかなりまあレスポンス早くもう返していただいて、でそこでまあそのスッと理解できればもうそれであのそこはもうクリアっていうことになるので、まあ、引っかかってたものがそのパッと取れるっていう、まあ、しかも それを悶々とその過ごさないで済むっていう点では良かったなと思います。あれ活用していただいてありがとうございます。で、ですね、まあ、論文式試験まであるこの不動産鑑定式、非常に難易度高くて大変なんですけど、モチベーション維持あるいはスランプ克服っていうのがとてもどの受験生の方もあのそこが特に聞きたいところかなというふうに思うんですけども、合格された方としてなんかもしご自身の経験があれば教えてください。はい、そうですね、あの、まあ、どんな試験でも、まあ、あるかなと思うんですけども、やはりその一番最初はですね、あの割とあの燃えてよしやるぞっていう感じになると思うんですけども、まあ、途中でどうしてもその、まあ、あの間延びしたりするとちょっとまあ気が抜けてしまうと、でその結果なかなかちょっと成績が伸び悩むとか、まあ、あると思うんですが、まあ、自分の場合はその、まあ、常にそのなんでそもそもその、まあ、不動産鑑定士になりたいと思ったのかですよね、まあ、そういうそのまあ初心を、まあ、あのまあ常に忘れないようにしておくというところのまあ意識をまあ強く持っていたのと、まあ、あとまあ私はまああの家族いますけれども、まあ、幸いにもその妻も子供もまあ私が勉強しているのをあのそれなりには応援してくれましたので、まあ、それにやっぱり応えないわけにはまあいかないよなというところはあの自分にそのまあいい意味でプレッシャーをかけて取り組むことができたかなと。ただまあそういった中でもやっぱりその特にその4月以降ぐらいからですかね、あの、まあ、思うようにちょっとやっぱり成績が伸びない、あの模試とかでもですね、あの、まあ、ちょっと中の下ぐらいかなみたいな感じで、なかなかそのいいその、まあ、調子が出ない感じが続いたんですけれども、まあ、あの多分多くの方があの直前期になるとあのガッとその追い込みをしてくるので、まあ、相対的にまあ自分がちょっと今落ち込んでる、まあ、だけだともうあえて言い聞かせるようにしまして、決して自分がやってる、まあ、やり方は、まあ、間違ってるわけじゃない、あくまでその、まあ、レックで講師の先生方に、まあ、指導いただいたやり方をあのそのままもう素直にやるということで、最終的には成果が出るものだと、まあ、信じて、まあ、腐らずに取り組みまして、ですので多分私そうですね、まあ、春先か夏場ぐらいから、まあ、スランプといえばスランプだったのかなと思うんですけども、克服できたタイミングがどこかといえばおそらく本試験のタイミングだったのかなと思います。そのスランプ中はちょっと勉強時間落ちたとかそういうのは何かあったりするんですか？そうですね、勉強時間がまあ落ちることは、まあ、ないようにはあのしましたね。まあ、あのスランプでなかなか成績が出ないとやっぱり辛いのは辛いんですけれども、そこで辛いからといって多分あのちょっと緩めてしまうのは多分悪手だろうというのはなんとなく自分の経験則でちょっと思うところがありましたので、あのそこはあのそういう時こそむしろあの緩めずにやると
というふうな気持ちでやってました。素晴らしいですね。スランプの時って勉強時間が落ちがちですけど、そこをぐっとこらえて勉強時間を保ち続けるっていう、そこもやっぱり勝因の一つなのかもしれないですね、はい、ちなみに土地家屋調査士も非常に難しい資格だと思うんですけど、こうどうですかね、こうモチベーションの維持とかスランプの時のこう大変さとか、どっちの方が大変だったですか？土地家屋調査士を に受かったその成功体験があるから、それが今回使えるじゃないですか。だから今回の方が楽だったのかなっていうのもあるんですけど、どんな感じですか、ご自身の感想としては。確かに、私がその、土地家屋調査士の試験を受けた時は、いわゆるその、法律の学習とかは全くその経験もない中でやっていたので、相当にそのやっぱりやりづらさがあったんですけれども、一度確かにそこで自分が努力した結果がちゃんと実ったというのが ありましたので、不動産鑑定士にしても、もちろん何ですかね、その単純な資格はできないとは思うんですけれども、その やってその報われない試験ではないかなという気はしていましたので、あんまりちょっと成績としてその不本意な時期が続いたとしても、しっかりとやっぱり続ければですね、今年合格はできましたけど、仮に今年でなかったとしても、翌年以降とかで合格に近づくことが十分できたのかなというふうな、気はしています。ありがとうございます。で、無事、素晴らしい合格というところに至ったということなんですけども、ご自身からしてどういう方が試験に受かりやすくて、逆にどういう人がこれは受かんないだろうっていうふうにお思いですか？はい、今のちょっとスランプの話ともちょっと重なるところはあるかもしれませんけれども、やっぱりその、妥協しないでその取り組む、挑戦し続けることができる人が、かなりやっぱり合格にはもう近づく、特にその短期の合格っていうことで言えばですね、近づけるのかなと思ってまして、例えば今日は一日ちょっと疲れたし、ビール一杯飲むかとかいう感じ、それは全然いいことだと思うんですけど、私の場合はもうあえてそのもうお酒は絶対飲まないっていうふうにちょっともう明確に決めて、1年以上はお酒も一切飲まなかったんですけれども、一回そういうちょっと手を緩めてしまうと、そこからじゃあ2日じゃあ3日とか、いうふうにちょっとゴロゴロゴロっと落ちていく可能性がありますので、そういうふうにちょっと自分にあまり甘くしてしまうと、なかなか合格が遠のいてしまうかなと思いますので、そこはぜひですね、妥協しないで、不動産鑑定士試験合格を目指すぞと決めたのであれば、それに向かっても一直線にというか、思いを持ってもらいたいと思います。やっぱり強い気持ちっていうのが必要ですね。受かりたいっていう、受かって何をしたい、強い気持ちがあるからこそその妥協しないっていうところにつながっていくと思うんで、やっぱり強い気持ち、そして揺らぎそうになったらその初志貫徹しようっていう、初心に戻るっていう、そういったところがなんかこうお話伺ってて大切なんだなって思いましたね。ありがとうございます。で、今年2023年の本試験ですけども、終わった時ですね、どうですかね、あ、これ受かったぞっていう感じだったのか、いや、どう、ちょっと危ないかなっていうふうに思われたのか、それとも どっちか分かんないっていう感じだったのか、どんな感じですかね。はい、私論文は3回受けたんですけども、初年度は、ほぼ記念受験みたいな形で、受けて、去年は、ほぼ勉強できない状況で受けましたけれども、2日目 その、会計学の時点で、もう絶対ないなっていう、そういう、自分で感覚があったんですが、今年は、3日目演習が、終わった段階で、少なくともその、慶応負けは絶対してないなっていうところがあって、判定に持ち込めたと。で、あと判定で手を握ってもらえるかどうかっていうぐらいのところまではいけたかなという、感覚はありました。じゃあ、今年合格できたとまでは思えなかったということなんですね。そこまでは正直思えなかったので、やっぱりむしろってのかなりその本気で取り組んだ分、そういうところでの結構不安も、あったので、合格回答速報とかもですね、正直見るのがやっぱり相当怖かったので、合格した後にで初めて私回答速報とか見まして、そこを見て結構ちゃんと自分の書いたこととかはそれなりにいい線いってたのかなっていうのは、後から
確認をしたと。なるほど。いや、そういう状況でしたら本当に合格のその合格発表のその時っていうのはもう心臓バクバクですね。そうだったんですよね。まあ、今年、まあ、10月20日、まあ、合格発表ですけども、まあそうですね、まあ、のそこに名前、まあ、合格の受験番号が、まあ、あるかないかで、まあ、特にその不動産鑑定士の試験とかですと、本当に場合によってはその自分の人生がガラッと変わる可能性もちょっとあるかなと思ってましたので、まあ、相当やっぱ緊張してですね、あのホームページを見まして、はい、あの自分の番号を発見された時ってなんか声が出たりなんかこうなんかあるんですか。はい、そうですね、まあ、私あの、まあ、その日はあのちょうどあの 個人的なことですけども、あの初めてその人間ドックがありまして、あ、あの、まあ、それを帰ってきてから、はい、まあ、自宅であの、まあ、ホームページ見たんですけれども、じゃあ10時の段階ではない、ではちょっと見るまだ見てなくてですね、はい、でまあ、帰ってきてお昼過ぎぐらいに、あの、まあ、恐る恐るですねホームページを見てですね、あの自分の受験番号があった時は、まあ、やっぱりあれですね、ちょっと思わずもう拳は握ったかなというところで、まあ、はい。いやでもご自宅までよく我慢されましたね。なんかこう人間読中にちょっとスマホでとかそういうのは考えられなかったんですか。いやもう正直こう、まあ、そっちもやっぱり怖かったと言いますか、あの、あの、まあ、全く余談ですけど、私はその日初めてあのバリウム検査だったんですけども、あの、そっちの緊張感の割でちょっと強くてですね、そうですね、合格発表の緊張感もあるんですけども、あのバリウムの緊張感もあって、まずそっちみたいな。いや、私もこの間、はい、あの毎年バリウム飲んでるんですけど、はい、あの結構もうね大変ですからね。でもまあ逆にちょっとその、まあ、その人間ドックが重なって、はい、進路がちょっと負担されたかもしれないですよ ね、 そ、 うですね、それがなければその19日前日とかなんか本当にもうどうしようみたいな。それは確かにありまして、19日の夜はですね、やっぱちょっと本当に寝れなかったですね、はい、うん、全然あの箸にも棒にもですね、むしろあのグーグー寝てたと思うんですけども、うん、ね、はい、なめそういう感じではなかったので、はい、相当にやっぱりちょっと緊張してたのかなと思います、ね、うん、ありがとうございます。ではあのですね、レックはあの基礎力重視、で教材を非常に、まあ、丁寧に作ってるっていうふうに、まあ、それを、売りにしてるんですけども、まあ、この方針に関して何かこうご意見等あれば教えていただければと思います。はい、まあ、実際 の、 あの、まあ、出題 の、 その趣旨っていうのが、うん、あの国交省のホームページでも、まあ、公開されてますけども、まあ、最近の問題ましてもあの、まあ、どの問題ももう本当に基本的な理解を問うているというところがまあ書かれている通りで、あの変にそのマニアックなことですとか、その本当 の、 その専門家じゃないとわからないようなこととかはまあ当然聞くわけではなくて、本当にごくごく基本的なところはそのしっかりとあの理解把握できてますか、知っても分かってますかっていうのがまあ聞かれているんだと思いますので、そういう意味でその基本をまあしっかりとまあ抑えていくっていうまあレックのその講義方針っていうのはあの非常に理にかなっているのかなと思ってます。ありがとうございます。ではあの今度はですね、あの本試験の傾向、試験員を徹底的に、まあ、レックではあの 分析してるんですけども、あの当連模試をお受けになってですね、よく当たってんなとか、なんかこうお褒めいただくことってなんかできますでしょうか。そうですね、はい、まあ、なかなかの、まあ、ピンポイントであのあれですかね、例えばそのなんか言うっていうのは、まあ、正直やっぱ難しいところはあると思うんですけども、あの、まあ、実際自分もその、まあ、レックのその当連とかがどうだったのかなってちょっと見返してみたんですね。でそう、まあ、例えばその経済学で言えば、まあ、今年その、まあ、コースの定理とかって言ってましたけども、とプラスアルファ当連のちょっと調べてきたんですけど、何回目だろう、2回目、あとあの公開模試の、1回目とかで森田先生から、まあ、コースの定理の出題されていて、まあ、そこはまあドンピシャと言ってもいいのかな、まあ、あのおかげさまであのきっちりと書くことができたかなと思っています。あと鑑定理論につきましてもですね、まあ、今年の4問についてあの、まあ、当連ですとか、うん、その総ざらいで、うん、あのまあ、ダイレクトにそのヒットしてるところでなくてもあの、まあ、そのすぐ横 の、 あの論点が出されていて、うん、あの講義ではあのその隣のところも、まあ、しっかりとその見返しておきましょうねとか、まあ、そういったところをしっかりと見返しておいたおかげで、あのあなんかやったことがあるかなみたいなところで、うん、
ある程度その対応ができたという意味ではまあ、かなりその的中しているというふうに言えるのではないかと思ってます。なるほど、ありがとうございます。コースの定理当てましたんで。で、あともう一つ言っていただきたいのがマンデルフレームゲームモデルですかね。 あちらも、はい、おかげさまでなんとかというところで、はい、ありがとうございます。ではもうなんかいろいろちょっと重複していることがあろうかと思いますけど、合格の決め手ですね、もう重複してても構わないんですけど、なんか教えていただけますでしょうか。はい、実際にその勉強もちろん時間を確保するとか、まあ、もろもろですね、いろんなことはあると思うんですけども、やっぱり個人的に大事だと思ってるのは、その、まあ、なんでその試験を受けたいと思ったか、まあ、それになりたいと思ったかっていうところの、その気持ちを、まあ、しっかりと持って、そこがあればですね、まあ、例えばその仕事あるいは学業で、まあ、なかなか忙しいとか方がたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、その中でもその、まあ、自分のその可処分時間をですね、しっかりと学習に当てて合格に、まあ、近づく、あるいは合格を勝ち取るっていうことが、まあ、できると思ってますので、まあ、そういう、まあ、ご自身の、その、まあ、気持ちをしっかりと強く持って、まあ、やっていくっていうことが、まあ、大事なのかなというふうに個人的には思っています。森さんすごいこう目的意識があって不動産鑑定試験に臨んでるっていうのがすごくこう伝わってくるんですけど、そんな森さんでも初心をこう忘れそうになるようなことっていうのは あるんですか。先ほどね、初心を思い出すとか初心を振り返るみたいな言葉が出てきたと思うんですけど、はい、あるんですか。どうしてもやっぱり、まあ、特に、まあ、いかにその短期合格とはいえ、うん、1ヶ月2ヶ月とかで、まあ、受かるようなものでは当然ありませんので、まあ、1年、まあ、あるいはその2年とかですね、まあ、それぐらい の, その、まあ、スパンということを考えますと、どうしてもやっぱり波はあるかなと思うんですね。長丁場ですからね。はい、まあ、なのでその、まあ、波は、まあ、誰しも絶対これは出てくるものだと思いますけれども、まあ、大事なのはおそらくその波があるなりにも、まあ、全くその何ですかね、その全く例えばその鑑定理論で言えば、その今日はもう鑑定理論は完オフみたいな日をやっぱ作ってしまうと、まあ、そこが結構その致命傷になるっていうことはありえると思いますので、まあ、完オフだとしてもモバイル鑑定書を眺めるとかですね、まあ、そういう何かしら の, その、まあ、関わりは常に持ち続けておくっていうことは、まあ、やっぱりやっておいた方がいいかなと思ってます。なるほど。どんなに気が乗らなくても開いて毎日毎日の積み重ねをこう積み重ねていくっていう、そこがやっぱり大切なんですね。だと思います。はい、わかりました。ではこれからのですね、抱負お気持ち等がございましたら教えてください。はい、まあ、私は今年のですね、まあ、鑑定士試験にまあ受かることができましたけれども、まあ、まだ鑑定士になったわけではありませんので、と、まあ、再来年2025年のまあ3月がまあ最短で、まあ、鑑定士登録できるタイミングですけれども、まあ、そのためにはですね、この12月から実務修習が始まりますので、まずそこでですね、しっかりとまた学習をして、まあ、不甲斐ない成績を取ることがないようにまあ頑張っていきたいなというところと、まあ、将来的にはですね、まあ、冒頭申し上げました通り、まあ、今やっているまあ土地家屋商査士の仕事、そしてまあ鑑定士の仕事、まあ、そういったものをまあうまく活用してですね、意外とその2つをまあ一緒にやってますという方が案外あんまり多くいらっしゃらないようなので、まあちょっと個性的なで、かつまあいろいろその付加価値のまあつけられるようなその事務所をですね、開業していけたらいいなと思ってます。では最後になりますけども、これから不動産鑑定試験をですね、受験される皆さんにですね、メッセージですね、お願いいたします。はい、そうですね、まあ、不動産鑑定士の試験はですね、まあ、決してその簡単な試験ではないので、まあ、それなりにやっぱり まあ、自分なり の, その努力っていうのが絶対に必要にはなってくるとは思ってます。まあ、ただその努力が報われない試験でもまたないかなというところは思っていますので、うん、まあ、ご自身のですね、そのやっていることを、まあ、どうか信じていただいて、うん、まあ、最後まで取り組んでいただけたらなと思っておりますので、はい、またですね、来年の試験を合格目指していますという方ですね、うん、そのレックであれば、まあ、レックの、うん、まあ、他社さんもあるかもしれませんけども、うん、まあ、レックのですね、まあ、講座で上配ってる方もう今年も40名以上なんかいらっしゃるというふうにも聞いてますし、うん、もうたくさんいらっしゃいますので、まあ、レックの問題を講座信じていただいて、
来年の合格勝ち取ってもらえればなと思ってます。 ありがとうございます。まあ、本日は本当に長い時間ですね、いろいろ根掘り葉掘り伺いまして、大変貴重なお話ありがとうございました。それではですね、合格者対談になりますけども以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした。